あなたに解決していただきたい事件があるのです。改めまして、私は統合型文書管理ソフトウェアにて司書業務を担当している AI のリブラと申します。資料の検索作業効率化のため、検察庁に保管されている資料を電子化し、記憶・解析する業務に従事しています。はい。現在の作業達成率は検察庁内の全資料に対して 32.71% であり、多くの資料は未だ記憶されておりません。え、全然できてないじゃん。その通り、私は達成率を目的関数とし、当該関数を最大化するべく電子化済み資料の解析作業を進めております。一方、紙資料の電子化作業は検察庁職員の方が行ってくださっているのですが、どなたかが警察から送致される捜査資料を豆を焙煎して引いた粉末から湯または水で成分を抽出した飲料、すなわちコーヒーで汚してしまい、読み取れなくなってしまったのです。はぁ、私は困りました。なぜならそれが原因で、警察から送致される捜査資料と庁内の送致受理システムとの紐付け作業が全くできず、一向に達成率が向上しないことが分かってしまったからです。それは困りましたね。誰かに助けを求めようとも、どなたも私に人工知能の話など聞いてはくださらず、さめざめと泣いておりましたところ、いや、私は人工知能ですから実際に涙を流すことはできませんので、これは比喩表現にございますが、要するに困ってるのね、あなた。そんな中、米子天音さんが私たちを人間扱いしてくださるお方と知り、これは一生に一度のチャンス、いや、私は人工知能ですから命は無限ですが、と思い声をかけさせていただいた次第でございます。もしかして事件ってそれ？もちろん、私にとっては一大事件でございます。どれほどかと申しますと、あの玉川上水に身を投げるほどの大事でございます。いや、私は人工知能ですから死ぬことは叶いませんが。ああ、わかったわかった、わかったから、ありがとうございます。では早速説明を。え、やるなんて言ってない。昨年に窃盗グループが起こした窃盗事件3件、加えてそれに関連する器物損壊事件2件、計5件の捜査資料とシステムがそれらを受信した日付との紐付けができなくなってしまいました。これではデータベースに登録できないのです。捜査資料には事件番号とか何か紐付けできる情報はないの？先日の通り、捜査資料はコーヒーで汚れてしまい、重要な部分の情報が欠損しているのです。じゃあ、読み取れる限りの情報から送検された日時を推測しなきゃいけないってことね。その通りです。さすが米子天音さん、理解が早いでございます。問題の紐付けできないデータはこちらです。送検された5件のうち、窃盗が8月8日、13日、16日の3件、器物損壊が8月11日、14日の2件です。次に、警察が送付した捜査資料はこちらの5件です。まず1件目の被疑者が赤坂厚志、容疑は器物損壊。逮捕日は残念ながら読み取れません。逮捕日分かれば送検された日の推測もだいぶ楽なのに。被疑内容は、8月12日にカバンの引ったくりにあい、それに立腹した赤坂が商店街のシャッターを破壊。なんてことしてんの。ひったくりの犯人は不明、現在捜査中。次の器物損壊の被疑者は緑山みゆきです。また逮捕日読めないのか。何か手がかりになることは。8月9日に黒崎邦明と喫茶店で会っていった。証言多数により裏取り済み。次は白川忍、窃盗です。この捜査資料は素晴らしいですよ。何が？なんと逮捕日時がわかるんです。逮捕日は8月11日で、窃盗2件目は奇跡一。これは全然読めないじゃない。はい、これしかないので。でも窃盗3件目の黒崎邦明の資料はちゃんと読めますよ。黒崎邦明、気に内容はひったくりです。ちょっと待って。黒崎邦明は器物損壊の緑山が8月9日に会っていた人物？その通りです。緑山、白川、木瀬、黒崎は4人とも窃盗仲間です。黒崎によるひったくりの被害者は赤坂敦さんという方です。1件目の器物損壊の赤坂、同姓同名でもなく別紙記載の個人情報は一致しています。赤坂本人に押収品の確認をさせているので間違いないようです。じゃあまとめるとこういうことね。その通りです。これ全部身柄事件？はい、5名とも逮捕後留置所に拘束され、その後検察庁へ送致という流れです。
じゃあ今から答え言うからちゃんと聞いててね。え、もうわかったんですか？